ドイツメディアが報道釈放の佐野回収佐野は夏季合宿に参加する矢印これ。準強制性交等の容疑で警視庁に逮捕されていたサッカー日本代表 MF 佐野海舟が29日に釈放された。そして注目は、今夏に佐野が移籍の発表していたドイツ一部マインツとの問題だが、今回ドイツメディアが次のように報じた。ドイツメディア SWR スポーツは、彼は罪を認めたと言われているが、公式には確認されていない。佐野は夏季トレーニングキャンプに参加する見込みだ。そこで新シーズンに向けて準備を進める、と報道。ドイツメディアアルゲマイネ新聞は、今後についての詳細は未確定であり、クラブは佐野サイドと話し合っていくとマインツ側は慎重な姿勢であることを報じている。サッカーに精を出してください。許されたってことなの？なんで、不起訴になれば OK ってことか。え？サッカーやめなくていいことに驚いた。チロルでちょこっと練習ね。いくら渡したんだ。こういう関係をリセットしないと、人間として終わるな。とりあえず代表は終わった。プレイヤーとして、海外でできれば儲けものだけど、もう切り替えて結果出すしかないな。本当にこのまま合流して試合出たらなんか納得いかない。釈放されただけで容疑は認めてるからマインツ側がどう対応するか。チームメイトからの初対面の印象が犯罪者って嫌すぎる。それでいいのかマインツよ。試合でボール回収するたびにブーイング食らいそう。